ちゃん、このテントなんか暗くて寝れないよ。何言ってんだ、キャンプなんかそんなもんだろ、早く寝ろ。でもほら、あそこの影なんかお化けみたいで怖いよ。しょうがないな、もう。ほら、懐中電灯で見てやるから。ほら、あれお化けじゃなくて木の枝だよ。あ、今日キャンプで習った歌覚えてるか？あなたがいるから恐れない。あ、覚えてる。あの歌はね、困った時でも怖くなった時でも、神様、私の目を開いて天使の軍勢を見せてくださいっていう歌だよ。神様がいつも俺たちと一緒にいてくれるんだから心配することないって。じゃあ怖がらなくていいの？もちろん。さっきのもうお化けじゃなくて木の枝だっただろ。世界一、銀河系一、いや宇宙一強い無敵の神様が一緒にいてくれるんだから大丈夫だって。ありがとう兄ちゃん。よし、じゃあもう寝よう。おやすみ。おやすみなさい。神様、どうかあなたの懐中電灯で僕の心を照らしてください。僕が怖くならないように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ローマ書8章31節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。もう一回言うよ。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。